ベッドフォード CF は1960年代からほぼ20年に渡り、ベッドフォードで製造されていた小型商用車である。ドイツや、その他ヨーロッパ大陸の市場では1973年から、オペルのディーラーを通じて、オペルベッドフォードブリッツとして販売された。ドイツ市場でのベッドフォードブリッツ17年間続いた、ベッドフォード CA の代替で1969年11月に、 導入されると CF 版の派生車種はすぐにイギリスの道路で見られる最も一般的な小型商用車の一つとなった CF は前席ドアのすぐ背後のボディ側面にあるスライディングドアにより判別でき一般的にこの配置を取る版は共通してキャンピングカーの元となる車として使用されたエンジンは1967年のボックスホールビクター FD で導入された 信頼性に富むスラント4エンジンを使用していた。エンジン排気量が1.6リットルから1.8リットルへ、1972年に2.0リットルから2.3リットルへ拡大されたことを別にして、エンジン自体は同じものを使用していた。130ポンドの追い金で、パーキンス製の1.8リットル直列4、気筒ディーゼルエンジンを注文することもでき、より重量級のモデルには、 排気量の大きな2.5リットルエンジンが搭載された。1977年には球体化したパーキンス製エンジンがオペルから供給された 2.1L オフディーゼルエンジンに代替された。オーストララシア市場では CEF にオプションで 2850cc と 3310cc のホール電製直列6気筒エンジンが設定された。これは フォードファルコンの6気筒エンジンを搭載していた、強合車のフォードトランジットへの対抗策であった。CF は、ビクターと基本的に同じ構成のサスペンションを使用していたが、より大きなホイールアーチ空間と組み合わされ、大重量を積載できるように調整されていた。前輪は、コイルスプリングのダブルウィッシュボーン式サスペンションと、伸縮式ショックアブソーバー、後輪は、 固定車軸を長い1枚板の板ネで釣っていた。ボックスホール製3足と4足、ベッドフォード製4足、ZF 製4足と5足といった、数種類のマニュアルトランスミッションとゼネラルモーターズ製、オートマチックトランスミッションが使用された。冷ク式オーバードライブも注文できたが、これは、ボックスホール製4足 MT に後から追加することもできた。CF1 には、 競合車のフォードトランジットの対抗車となることを意図された標準のパネル版、特殊版と同モビルの3種類のボディが用意されていた。出力 61HP のオペル製に 3D 型ディーゼルエンジンを追加したフェースリフトを施された CF1 が1980年に市場へ導入された。ドイツ向けに輸出された車には、 出力 60PS のやや排気量の小さな 2.0L ディーゼルエンジンが搭載された。1.8と 2.3L のガソリンエンジンは引き続き、販売された。1985年の CF シリーズに1984年に CF は CF2 に解消されたが、基本的には、機械機構の改良を受けただけであった。ディーゼルエンジンは 2.3L のままであったが、 ボックスホール製スラント4エンジンは出力 78HP の 2.0LGM 製エンジンに変更された。新しいトランスミッションは以下のものが選択できた。加えて新しい強力なブレーキ1985年に CF にはイギリスでベッドフォードミディと並行して販売された。その後 CF の後継者は保留され、最終的にはベッドフォードが はるかに安価な GM 所有のその他ブランドのバッジエンジニアリング車を調達することに決めたことから廃止となった。1987年にイギリスで最後の CF2 が販売され、ベッドフォード独自設計の車の販売は終わった。内燃機関を動力とする球体化した車から派生した最初の多量生産電気自動車の CF エレクトリックが1982年に 登場したことは特筆に値する。このモデルは、ベッドフォード、ルーカス社、クローライドグループと、イギリス政府の間で5年間の補助金政策を通じた共同事業として制作された。バッテリーは床下に収納され、駆動力は後部に置いたモーターから、標準の CF 用、ディファレンシャルギアを逆さにしたものと原則ギアを組み合わせたものを通して取り出されていた。 モーター制御措置はボンネットの下に収納され小型のディーゼルヒーターが室内暖房を担っていた。このシステムは改正ブレーキを備えていたが濡れた道路状況でモーターがパーキングブレーキをかけた時のように後輪をロックしそうになるとこれを検知してこの機能を解除した。この車のほとんどはロイヤルメールや地方行政当局といった政府系機関に販売された。 標準の CF よりも価格がかなり高く、当時のバッテリー技術は高いものではなかったために、政府の政策は1987年に後退し、このモデルは引き上げられ、補修部品もすぐに底をついてしまった。イギリスでは、ベッドフォード CF 版は、フォードトランジットに次ぐ人気車種であった。トランジットとともに、CF は、オースチン・モーリス、ルーツ、フォルクスワーゲンといった、 競合車種よりも長方に使用された。この車は最も一般的なキャンピングカーのベース車でもあり、1970年代と1980年代を通してカスタムカー製作者間で人気があった。アイスクリーム販売車として使用されるベッドフォード CF ベッドフォード CF は幅広く使用された。イギリスの警察では特に囚人護送やボート、収容車として使用し、 イギリス軍でも多数の CEF を使用した。郵便局の配送業務とともに建築関係や工務店でも使用された。室内の広さと良好な燃費性能からキャンピングカー用としても人気であり、イギリスではアイスクリーム販売車として使用された。出店、ありがとうございます。